久保さん。まあ確かにそうですね。ただね、まあ大半がやる気なくても親が金払って入ってる、大学は入るっていうところがあるんで、まあ僕のお客さんは親がドリームアカデミアの金払うっていうことは多分ないと思うんで、まあちょっと違いますね、多分、そことは。もちろん奨学金で入る人もいるんですけどね、四大大学ね。だけど、ドリームアカデミアはね、親に頼んでドリームアカデミア入る人っていうのは多分少ないと思うんだよね。まあ今後わかんないですけどね。今後わかんないですけど、ただ、久保さん、ドリームアカデミアの120万の本コースは一般セールスは今年が最後なんで、まあ今年最初で最後のセールスして、で、見てみます。結果をね。そんな感じです。最後ですから、最後。来年から違うやつやります。違う入り口ですかね。入り口を用意します。違うよね。いってらっしゃい。